はい、キロロのベストフレンド、弾いてみました。非常に分数コードが多いです。まずアルペジオを弾く前に、曲全体をまず、どういうコードが使われてて、どういう押さえ方をしているのか、まず調べます。それで、調べたら今度書いてみて、実際にストロークで弾いて曲の感じをつかんでいきます。私のそばでいつも変わらない笑顔でささやいてくれたですね。この辺ですね。そういう風にして調べるとだんだん曲の感じがつかんでいきます。それで初めて、アルペジオを弾いていきます。大丈夫もしイメージした、今まで習ってきた、アルペジオの1番のパターンでも2番のパターンでも、自分で、考えて、作っていけばいいと思います。それで、今回の、ポイントですけれども、Gsus4 から G へ行くとき、Gsus4 というのは、この3フレットですね、これを全部押さえて、それから5弦、4弦、3弦、これを平行に押さえます。こうですね。これちょっと押さえにくいので、薬指を2本使って小指を押さえて、こういうような感じの音になりますね。ということはこういう音が聞こえてきます。イメージ的にこの音がということは、ここでも一緒ですね。2弦の、1フレットを押さえて離してあげます。そうすると今さっき弾いた Gsus4 の音と似ていますね。同じですね。ということはこれを使ってアルペジオでは、6弦の3フレットを押さえて、ここの2弦の1フレットの人差し指で押さえて、でさらに、3弦の開放弦を一緒に弾いてあげます。こういうふうな感じですね。これが Gsus4 から GA ですね。これでもいいです。1弦を弾いてあげますね。というふうにして、曲のイメージをどんどん作っていきます。